最高裁判所はインドネシア共和国における独立した司法機関である。裁判所制度を維持し他の裁判所の頂点に立つ最上級裁判所であり、新しい証拠が出てきた際は事件を再審査することができる。最高裁判所はインド共和国憲法の第三次改正により独立した。最高裁判所は高等裁判所及び地方裁判所を監督する。 インドネシアには、通常裁判所31丁、宗教裁判所29丁、行政裁判所4丁、軍事裁判所4丁の合わせて68丁の高等裁判所がある。また、約250丁の地方裁判所と時々設置される特別法廷がある。最高裁判所は、地方裁判所から高等裁判所への上訴の次に、なされる上訴を扱う最終審裁判所である。 最高裁判所は十分な新しい証拠が見つかった場合、事件を再審査することもできる。ただし、憲法問題は2003年に設置された憲法裁判所の管轄となる。憲法によると、最高裁判所裁判官の候補者は誠実さを有し、法律に精通しているだけでなく高潔な人物であることが求められる。死亡者は司法委員会から 国民議会に推薦される。国民議会が承認すれば大統領から任命される。2011年中間時点でインドネシアには804兆の様々な種類の裁判所があった。約50人の裁判官が最高裁判所に在籍しており、その他の裁判所には全国で約7000人の裁判官が就任している。公式には51人の裁判官で構成される。 最高裁判所は8つの執務室に分かれている。ジャカルタにあるインドネシアの最高裁判所庁舎、最高裁判所長官と副長官は最高裁判所裁判官により、その中から選ばれる。その手続きは社会的な議論と批判を巻き起こすことがある。例えば、2012年の初め、ハリフィニエツンパに代わる新長官の選定の準備が進行中であるとの、 憶測が広がっていた頃、票の買収の噂が、ジャカルタで報道された。最高裁判所長官の地位には、その地位が持つ、影響力がゆえに、徹底的な競争があると言われており、その競争には、金銭の支払いも含まれていると噂された。2012年2月8日の選挙で、他の4人の候補者を退けて、ムハンマド・ハッタ・アリが最高裁判所長官の地位を、勝ち取った。 2012年3月1日、彼はスシロバンバンユドヨの大統領に最高裁判所長官として任命され、先制就任した。ハッタは1982年に裁判官になり、北ジャカルタ地方裁判所に着任した。彼は2003年に高等裁判所裁判官に任命され、2007年に最高裁判所長官になった。ワイアジアのプロドジョディクロは、 1952年から1966年まで就任していたが最高裁判所長官の中で最も在任期間が長い。ほとんどのインドネシアの法制度と同様最高裁判所はひどく暴殺されている。あるオブザーバーは最高裁判所は毎年増える新しい事件の洪水で溺れ死んでいると述べた。例えば2010年は2万2000件以上の事件が 受理されたが、裁判所が処理できたのは1万4000件以下であった。この問題への対処の一つとして、裁判事務運営方法の改善の計画が検討されている。2011年の計画では、法廷の作業を改善するため、新しい執務室を設置することが示されている。この計画により、刑事事件、民事事件、宗教事件、行政事件、 軍事事件の5つの執務室を導入された。しかし、変更には議論の余地があり、今後さらなる改善を要する。2010年に最高裁判所に割り当てられた予算は、わずか6兆ルーピアであった。インドネシアの法制度全体について、重要な問題の一つは、多くの下級裁判所の裁判官の賃金が安い、ことである。裁判官の基本給は、初手当てを除くと、 月額300アメリカドルを下回ることがある。その結果、職務に関して金銭を受け取りたくなる裁判官もいる。裁判官の賃金が安いことは、裁判官が政府と議会に対し、この問題に取り組むようずよく迫り、またストライキを行う恐れもあったため、インドネシアで多くの注目を集めた。下級裁判所の業績不振特許は、全国で法的基準を確立しようとする。 取り組みにおいて必然的に最高裁判所の問題につながる。これらの問題はインドネシアで大きな注目を集め問題を解決する最良の方法について多くの議論が巻き起こった。法廷の運営方法自体に対する批判が出ることもある。例えば2014年5月最高裁判所裁判官たちは180人以上の裁判官を乗せて 南東スラワイ市州の若富国立公園へ行くための特別機を借りるために裁判所の予算を使うことに賛同した。この旅行の参加者は裁判所の経費で様々なホテルに宿泊した。司法を監視する団体等は裁判所を批判したが裁判所当局者はこの合意を指示した。インドネシアの法制度の共通の批判の一つは執行力の弱さである。 法律が明確であっても、あるいは裁判所が明確に判断を下しても、執行力が弱いことがある。近年、この批判は他の法制度の作用と同様に最高裁判所の作用に対しても向けられている。最高裁判所の判決の執行は、その他のあらゆる法制度における判断の執行の基準を示すものであるため、この問題は、原理的に最高裁判所にとって、 深刻な問題である。中心的な問題は、最高裁判所の判決を含む、法制度の執行の制度や仕組みが財源不足であり、また、運用面が弱いことである。そのため、最高裁判所判決の執行が長期間値帯している例が多くある。一つの例に過ぎないが、広く報道された事例では、インドネシアの有名な大学の一つである。 オゴール農家大学は、インドネシアで販売されている、超誤入のブランドの検査に関して、大学内で行われて、物議を醸している研究についての一定の明細を公開する、要最高裁判所から命じられた。しかし大学は、裁判所の決定の後、これに従わず、事件の遂行中のある手続きのの結果として、発生した約230ドルのわずかな、手数料すら支払わなかった。 その他の多くの遅延の事例はいつもインドネシアのメディアで報じられ最高裁判所で勝訴したことのある法律家に解説されている。ありがとうございます。